ルケルの守り、いつでも使えるぜ。
お、うん、ああ、you
また赤き月の時が来ます。リンク、thank you.
T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 hank you.
ふっ。
く。
あなただけが最後の希望。どうか。
うたた寝しておったようじゃのう。ん？主は。おお、やっと現れたか。100年の時、主がここを訪れるのを待っておったぞ。いささか待ちくたびれてしもうたがな。だが主の方はやはり覚えておらぬようじゃな。わしはこのハイラルを見守り続ける者、皆からはデクの木と呼ばれておる老木よ。それは太古の女神が作られた武器、選ばれし騎士のみが持つことを許され、厄災を打ち倒せるという大魔の剣。そして100年前、それを手にしておったのは他ならぬ主なのだ。だが気をつけろ。その剣を手に入れようとする者は剣自身に試される。今の主に果たしてそれを抜けるかどうか。もし主が衰えた体のまま引き抜こうとすれば、立ちどころに命を失うことになるな。ははははは、気をつけるがよいぞ。いつの日かあなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても大丈夫。あの人はまたきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうする？この剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。強うなられたのう、姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら伝えていただけますか。私は。さてさて、他の者に聞かせる言葉は主の口よりこそ紡がれるべきではないか。はい。Thank you.
今主が見たは100年前のこの場所、その剣が主の手を離れハイラルの姫巫女によってこの地に運ばれた時の出来事よ。あの娘は今もハイラル城で懸命に戦っておる。主が必ず来てくれると信じてな。あの娘の笑顔、わしも今一度見てみたいものよ。Thank you.